はい、先ほどの動画途中で切れましたので、もう一回撮り直しです。さっきね、16分ぐらいかかって撮ったんですけど、はい、このビニール袋回収します。今からこの動画撮った後の私の課題、そしてこれ、ハスカップ、早くロープほどいてあげないと。これもだ。これもだ。いや、ダメだね、これね。これ何？カシス。カシスだね、これ。カシス。これ、こんなのカシスって言うんです。これが？ハスカップです。さっき食べられちゃってました。ヤギちゃんに。これもカシスかな？これもカシスかな？今年はジャムでも作りますか。ねね。さっきね、喋ってたのがね、このネタ。ソラタンのロープが、この道路際に行きました。さて、なんででしょうっていうネタだったんですけど。まあ中途半端なあの動画もちょっと載せるかな。まあよ、もしよかったら見てください。これ5月4日、夕方、撮ってまーす。2本仕立てになりましたね。あっち車走ってるのかな？グーンって行ってる。山の方。今山菜取りシーズンだからね。それよりうち、ここの家が大変だ。すごいすごい、めっちゃマフラー効いた車が山の中を、ジープかなんかなのかな、いやジープって何だか分かんないけど。でこっち方面も行きます。はい、これお花水仙、たまにはお花もいいよね。綺麗だよね、これ。なんでこんな風になるんだろうね、水仙ってね。水仙？水仙？水蓮？これこれこれ。プラスチックで作ったみたい。ね。でね。あ、そうそうそう、木蓮木蓮。これ木蓮と言います。桜の花が咲く前に木蓮の花が咲いてから桜が咲きます。こんなお花です。もっと咲いたらわかるね、これね。興味ある人はググってみてくださいね。これね、咲いたら綺麗なんですよ。明日5月5日子供の日、明日はこの地域でゴミ拾いがあります。うちの家の周りのゴミの方がすげえや、ね、地域をきれいにすることはいいことですね。あ、ゴミ、ほら桜、あ、ちょっと映るかもしれない、これこれこれ、見える見える、あ、つぼみですよ、これそれ見えますか、これでね、この桜があと明日になったらもっとね、いい感じになるかな。ああ、自分の影が映ってる。トラが何、トラが何ね、去年ね掘ったんだよね、これね、掘ってもらったんだよね。このゴミどっしゃり埋まってたの、ここね。え、トタン屋根はあの地面に、地面っていうか、あの地中に埋めても土には帰りません。はい、何年経っても地面から出てきますよ。はい、大雪山綺麗ですね。山にポツポツとあるのは拳の肌です。で、薪ね、今日はねなんとなく切っただけだからね、積んでません。これから積もうかな、それともカレー屋さんに卵を持っていこうかな。
あのどかな風景です。維持管理するのが大変ですけど、見るのが楽しいので動物飼っちゃいます。いや、好きなことをやりたいですよね。好きなことやってるのが一番人間輝くんではないでしょうか。大変だけど好きだからできるというね。もうここら辺も綺麗なんですけどね。まあそんなんで今日はこの辺にしときます。でまた明日また動画更新するんで、よかったらまた見てください。よろしくお願いします。はい、バイバーイ。